はい、Jcomからお届け札幌人図鑑、イエーイ、オレオレ皆さんこんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌人図鑑 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは、はい、旅行ジャーナリストの小野寺敦子さんです。小野寺敦子ですでーす、よろしくお願いします元気だな本当にあのオーレイっていうのはね、後でまた出てまいります、はい、これはだからそっちの衣装なんですよね。そうなんです、私スペインの男なんです、うん、フラメンコがご趣味ということで。そうか、だからフリフリのドレス着てやる人もいるけど、はい、私は男装で、うん、はい、本当そうなんだって、ギターも持ってきてくれてますからね。さあ、あの6月に最新刊が出たということで、小野寺さんのこちらです、じゃん、本業でございます。本業でございますこれも本当一度は泊まってみたいという憧れの宿を、そうなんです、まとめた。この本の話にも ね、 そうですね、また後ほどなりますので、はい、じゃあ今日もですね3つのキーワードをご用意いたしました。今日はこちらになります、じゃーん、じゃーん、見かねた母が隠し事をくれたアトピーきっかけの温泉アンギャー、海外の温泉で友達がいっぱい、はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。恥ずかしいなでほりはほり伺っていきたいと思います。さあ、じゃあまず1つ目はですね、小野寺さんがこう各仕事、ね、はい、旅行ジャーナリストになるきっかけ、まあ、そもそもはっていう風になりますと、うん、子供時代の話に遡る。そうですね、うん、私もまあ、55なんです、はい、ぶっちゃけて言うとほぼ同い年、はい、まあその頃はね、あんまり女の人が寝室外にね、うん、仕事をしている時代ではなかったんですが、はい、まあ、うちの母はたまたま新聞記者をやっておりまして、新聞記者だった、はい、まあ忙しいのもね、いいことなんですけど、はい、うちにはいない母でございます。あ、なるほど、まあ、ご商売なんかね、うん、やってるお家もみんなそうだと思いますけど、まあ、そうですよ、うちもそんなとこでしたよ、うん、商売やってたからね。いや、またでも私も一人っ子でね、うん、やっぱり家帰ると、うん、まあ、冷えたご飯を、ね、うん、チンして温めて、鍵っ子でね、そう、鍵っ子でね、なんか足りなかったら帰って置いてあるんだけどね、温泉みたいな、はい、わかるわかる、もうね、うん、なんか寂しくって毎日毎日なんかこう、今日学校で何あったよっていう相手もいないから、うん、まあ、私ね、そう、もう大人になったら絶対ね、うん、とっとと結婚して専業主婦やって、はい、もう子供10人産んでやるって、ね、決めてました。なるほどなるほど、バッチリとね、うん、そういう、こう将来像を夢に描いていた。はい、描いてましたね、うん、それでだんだん大きくなってですね、はいはい、そして学校出て、まあ、東京に就職して。あ、そうなんです、ね、就職しましてですね、うん、まあ、就職して、うん、本当にとっとと結婚してしまいました。本当にとっとと結婚して親に内緒で結婚しちゃったこの話もちょっと面白いんです、置いといて置いといて、はい、まあ、ぶっちゃけて言うと、はい、出戻りまして、へーへー、はい、それからはね、子供とこれからどうやってね、うん、食べていこうかと、まあ、シングルマザーですからね。そうなんです、働かなきゃいけない。さて、じゃあ、まあ、できることをするにもですね、はい、子供を、うん、これを例えば保育園とかね、はい、施設に預けてしまうと、うん、預けて働きに行ってしまうと、うん、寂しかった自分がもう一つできちゃうわけですよ。うん、そうかそうか、そう、さっき言ってた、本当だったら子供10人ぐらい欲しいぐらい、そう、家庭的なお母さんを夢見ていたのに。そうなんですよ、わっちゃわっちゃね、うん、子供兄弟がいるようなところで育てたいのに、はい、そんなね、食べていくためにまたたった一人ぼっちでっていうのも、いや困ったなと思って、ちょっと違うなと思って、 それで、まあ、家でできる仕事を、ね、うん、まあ、当時はね、こう、はい、例えば通信添削の、ね、丸付けにこうイラスト描いたね、はいはい、あ、ちょっと赤ペン的な、ね、そう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 、高先生っていうのがね、はいはい、そういうのとかね、そうあったりね、まあ、家でそのハガキのなんか綺麗にあれしたりとかね、はい、まあ、家に、まあ、内職程度のね、ことをいろいろ、まあ、でも食べていけないわけですよ、まあ、それをですね、このタイトルじゃないですけどね、はい、うん、見かねた母親が、はい、物書きのお母様が、うん、いや、そ、いや、こんなのね、うん、あるけど、ちょっとあんた文章うまいんだからちょっとやってみない、うん、と、はい、そうなんです、まあ、当時は、うん、まあ、例えば印刷所さんの何かパンフレットのね、下請けの孫請けとかね、うん、なるほど、その程度だったんですけど、まあ、はい、書くというのはこういうふうにやるんだと、取材というのはこういうふうにやるんだと、うん、まあ、ざっくりした感じで、うん、ちょっとその道をつけてくれたのが、はい、私がね、もう大っ嫌いだったはずの
隠し事をやってたお母さん。いやー、ね、ー本当にね、もうあれから頭が上がらなくなりましてですね。だけどそのことがあって、やっぱりその家でね、はい、あの子供あんまり人にさせないで家でできる仕事っていうところから、はい、あの選んでやっていたらお母さんがその隠し事をくれた。そこがでもスタートラインなんですもんね。そうなんです。だから、まあ、例えばこういう物を隠し仕事って、はい、まあ、好きで憧れて入ってる人が結構多い中で、はい、私は本当に食べるために、はい、だから逆に言うと、うん、あのなんか嫌なことあっても失望せず、うん、いやこれはもう食べていくためなんだで割り切って、ね、うん、頑張れたので、なんか続きしたのかなということも、うん、めって分かんないですね。ね、うん、そうなんですって。でそんないろんな仕事をするように、取材をするようになってくるんですね。ではそこからのお話、2つ目のキーワードで伺ってまいります。はい、2つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、アトピーきっかけの温泉アンギャー。はい、なんということで、ですよ、まあ、あの小野寺さんといえばその、まあ、旅行ジャーナリスト、そして温泉すごく詳しい人ということで、はい、テレビラジオで引っ張りだこでおなじみでございますけれども、いやでも最初は本当に今、うん、あのお話した通り、うん、まあ、子供が大きくなるにつれてだんだん外に出てけるようになった程度のフリーライター、うん、はい、何でも声でしたね。はい、もう最初 あの北海道新聞の連載もあの、うん、車の記事でしたしね、住宅の記事書いたり、本当に何でもやってましたね。そうですか、それでも書いてたんですね。うんうん、もう食べられるなら何でもよかったんで、あのイラスト書いたりね絵も上手、ね、いやいやとんでもない、まあ、やってたんですけど、うん、そんなある日にあの温泉をたくさん行ってほしいっていう、はいはい、あのご依頼がね、ご注文がありまして、うん、いやそりゃいいなっていうことで、はい、まあ、道東の方だったんですけどね、いい仕事だね、ね、1週間ぐらいね、うん、行けるな、温泉入れるのかいみたいな、うんうん、まあその頃子供もね大きくなってたんで、はい、あのまあこれはいけるなということでね、うん、もうウキウキと。ところがですよ、はい、私もその当時、まあ、うん、あのまあ、離婚したというね、うん、ストレスなんかもあって、うん、大人アトピーってやつに、うん、大人アトピー今全然ないですね、ツルツルですけどね、当時そんなこともあったんですか。ひどかったんですよ、もう絶対春とか秋季節の変わり目になると、うん、まあ、手足のこの辺とか、はい、あの口の周り特にね、うん、大人アトピー結構重症な人多いですもんね、きついんですよね、うん、まあ、またその上から化粧塗るってのもね大仕事で、うんうん、まあ、当時はこんな小さいねステロイドの入った軟膏をもう手放せず、はい、塗って収めて収めて、その上からこうちょっと塗ったくって出てたわけです、はい、でその取材のね、うん、はい、来ましたよと、うん、あ、ない、そのステロイドの薬を忘れてきてしまった、忘れてきちゃった、家に忘れてきた、はい、もう当時は、まあ、私今55でそれ20代後半ですから、もうその頃はね、そんなにお店屋さんとかないですよ。そうですね、また温泉といえば山の中、いや本当だ本当だ、うん、病院どころか薬屋さんに行くきっかけもなくて、はい、いや困ったなと思って、まあでもしょうがないからそのまんまね、はい、まあ、ちょっとあの取材を続けてたんですが、はい、それがね、うん、あの3日目ぐらいした頃に、うん、なんかジュクジュクしてたやつが、はい、あれって軽くなってきたんですよ。カサカサしてきた、カサカサしてカサカサしてきた、うん、はい、あれと思って、で4日目5日目、はい、7日で帰るんですけど、うん、帰ってきたら、うん、つるっとしてた、うーん、ステロイドなしで、うん、へえ、うん、そうなんですよ、えと思って、はい、まあ、正直大人になってからねかかったら、まあ一生ちょっとずつ付き合うのかなって、うまく付き合っていくしかないかななんてね、うん、思ってたのに、はい、これどうして、だって体につけた、顔につけたって何にも、あれって温泉ぐらい、あの温泉はねほらこうなんか柔らかい感じになるから、はい、まあ、夜、ね、寝る時とか風呂入ってこうピチャピチャしてなんか痛がゆいのを収めてたんですが、それしかつけた記憶がない、うーん、すごい、うん、え、じゃあ何がどう良かったの、いや、はい、と思いましてですね、うん、だから本当にこれの意味さえ分かれば私一生ステロイドの薬から離れることができるんだ、へ、本当に温泉っていいんですね、びっくりしましたね、冷え性治るなとか肩こり治るなとかっていうのは実感として、うん、体感としてありましたけど、うんうん、本当にいいんですね、いやびっくりしましたね、もうそれからはもう自分のために勉強勉強ですよね、もう楽しい勉強ですよ、だってもうこれでね、うん、もう本当にあの
もう薬がいらなくなると思えば、ね、はい、いろんなもう本を取り寄せたり、はい、あの先生方に聞きに行ったり、うん、あと、まあ、入れる温泉は片っ端から、あ、そうですよね、何聞いたか、いろんなお湯ありますからね、何が一番合うのかね、合うのか分かんないですからね、だから分からない素人のまんま たくさん行ってたくさんまあ勉強してったんですね、うんうん、でもそれが最初の本なんですか。最初の本です。29で依頼があって30で、へ、はい、うん、でもその時にですねちょっと思ったのが、うん、まあ、たくさん温泉に行くようになりましたよね、はい、そうするとあの特に当時の温泉宿では、うん、本当に大変な思いをして当時をしている方とか、うん、もう探して探してこの温泉で体を治すんだって気持ちを入れている方とか、はい、本を書けば、うん、そういう方も読むわけですよね。なるほど、そうですね、うんうんうん、こんな簡単なことは書けないなっていうのが、うん、やっぱりなりましたね、うん、それで自分でもうとにかく入って、はい、自分の自信のある、うん、本当に良かったと思えるものだけを、はい、取材して取材して書いていこうっていうことで、はいはい、自分がまあ温泉に助けてもらったので、うん、なんとかそのねあのみんなもそういう風になれるといいですねっていう気持ちで、はい、うん、はい、本をずっとお届けしてます。あの温泉の本もね、はい、あのたくさん書かれてますけれども、はい、この北海道温泉大図鑑、あ、図鑑ですから、はい、これがすっごいたくさん取材されたそうでね。いや、それ、まあ、小野寺さん北海道で温泉といえばこれ一冊読めばわかるっていう本を、うん、あの書いてくれとこうご注文がありましてね、はい、よっしゃ、それまでなかったのなら私が書くかいみたいな。そう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 、ね、この厚い図鑑ね、大図鑑ですよ、うんうん、1年で500頭アホですよ、アホですよね。どういうペースかな、1年で500、大変だって、本当朝昼晩あのあ少なくて2軒あの離れてる場所とか、ね、でも温泉地の中だと、うん、1日5軒ぐらいとか、うん、で泊まるのは全部温泉地ですよ、うん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 、そんな感じで月曜日から金曜日ぐらいまで1日まあ2軒ないし5軒すごいよね、ずーっとどね、あのその1年間の10ヶ月旅して回って、すごい、でまあ月から金までこう取材して風呂入って食べて取材してカメラ撮って下手したら風呂脱いで自撮りして、ね、フラフラになってまあ帰ってくるわけですね、はい、で家でもう死んだようにこうベッドで寝てると、まあ、当時はファックスね、うん、ファックスがじゅーっと流れて延々と流れてくる、それは来週のね、うん、来週の分の旅行工程が取材工程がなっと厳しい ね頑張りましたね、ね、温泉旅行のね、日程が来てこんなに辛いってのはねなかなかね、家が唯一の休息所、いや本当ですよ、もう家がオアシスでしたねいやでもそうやって苦労して書いたこの北海道温泉大図鑑っていうのが本当にそれまでなかった、はい、北海道の温泉をギュッと収めた図鑑、まさに図鑑が一冊できた、はい、非常にこれは喜んでくださいまして、ね、まあ、でもそれでかい図鑑だからでかいということ で、うん、それをじゃ あのなんだ編集、そうなんです、編集者なんですが、すごくよく考えてまとめてくれて、これは今の五十嵐さんとね、はい、一緒に作ってやつで、じゃん、こちらは、はい、うん、ちょうど今店頭に出てますけれども、うんうん、はい、北海道の温泉丸ごとガイドということで、はい、うん、その大図鑑がベースになって、それからさらに新しい話を入れたり、あの中身を聞き直したり、はい、はい、重ねてね、全道566箇所のもうこれはお湯に特化したね、はい、はい、あのどの温泉がどういいか、どうきちんと管理してるか、掃除してるかね、衛生面はどうだ、そうですね、はい、温泉の効果効能どのぐらい分かってどう反映してるかっていうことをですね、うん、まあ、これ一冊読めば大体北海道の、はい、図鑑の後にガイドを作って、ね、そしてこれが最新刊、先ほどご紹介、そうなんです、ね、ちょうどですね、店頭にはこの子とこの子がね、うん、こう並んでる、まあ、姉妹本といえば姉妹本なんですが、温泉と言葉にはもう一つ意味がある気がするんですよ、うん、例えばほら福津さん疲れてね、うん、いや温泉行きたいよね、行こうか、うん、っていう時のちょっとご褒美、そうそう、ご褒美ね、うん、うん、あとなんか結婚の記念だとか、まあ、はい、ね、子供がねどうしたっていう記念だとか、うん、親孝行とか、そうそう、親孝行とか、うん、そうですね、そういう時の温泉って、うん、風呂じゃないですよね、あ、はい、うん、要するにそうですね、宿だったり、うん、そうそうそう、あの寝具だったりお料理だったり、そうなんです、おもてなしをし、ね、ね、大事にしてくださったり、うん、ああお腹いっぱい食べたなだったり、はい、ね、あのぐっす
すりと眠ったなとか、うん、お風呂以外にいろんなこと合わせた幸せな一晩のこと、はい、温泉ですよね。そうですね、うんうんうん、だからそういう温泉の本は必要だなと思ったんですよ、はいはい、というわけで、はい、最新刊でございますそうなんです。これを見れば安らぎのすべてが詰まってるということでですね、うん、いわゆる今北海道のね少し高級な路線でね、高級な路線のね、はい、こちらの方もぜひ書店でご覧になってみていただきたい、見てみてください、最新刊でございます。なかなかいいよはい、さあということで3つ目に行きたいと思います。はい、3つ目こちらになります。じゃーん、じゃん海外の温泉で友達がいっぱい、はい、のんびりしちゃいました。すいません、もうこういうスタイルで来ていただいたのにね、はい、いじらず終わったら大変ということちょっとこの、はい、さっきご紹介しましたフラメンコなんですよね。そうですね、フラメンコはどういったきっかけで、ちょっと人となりの部分をもうちょっとと思うんですけどね、はい、たまたま十何年ぐらい前にあのフラメンコカスタネットというね、うん、楽器に出会って、そう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 、うん、いや楽しくって、うん、先生についてねいろいろやってまして、はい、友達を誘ったんですよ、女友達仲のいい、はい、で音楽から入ったんだ最初。そうなんです、カスタネットから最初はもうこれだけでよかったんですよ。なるほどなるほど、うん、でね、あの友達にゆうちゃんこれやらないって言ってフラメンコカスタネット楽しいよって言ったら、うん、うん、あっちゃん私ねって言って、カスタネットよりフラメンコがやりたいって、うん、あ私もそっち派だなそうどっちかっていうといやー私性格がこんなだから、あ、まあ、男っぽいっていうか大雑把っていうかね、いやいやなんか美しく踊るっていうのが自分ではピンとこなかったんだけど、うん、あでも何事も勉強だし、うん、あのね、音楽の幅も広がるかなと思って、はいはい、まあ、興味本位でね、ちょっと行ってみたんです、はい、素敵なダンスを踊る先輩がいらっしゃって、はい、まあ、その方のセクシーなね、はー、もう本当に相手を口説くような感じの踊りを見てからというものですね、はい、目覚めてしまいまして、はい、それからずっとこのパンツスタイルで、そうなんですって、このスタイルで踊ってらっしゃるということでね、はい、このダンスも見せていただきたいんですけど、はい、今日実は楽器を持ってきていただいていて、あのギターを弾きながら歌ったり、ギターと歌とね、はい、やってんですよと勉強してるって、そうなんですよ、結局、うん、全部つながってフラメンコだな、うんうん、みたいなところもあって、ちょっとこっち来て、あ、そうなんです、はい、はい、いいですねこの辺で、わざわざ持ってくるところが ね、素敵です、これを見た方がね、うん、あのなんか依頼でもないかな、テレビラジオの関係者がえこんなことすんのかって見てるかもしれないからねアイコーラチュアン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 イエーイ、オレオレオレ、ちょっと失敗した小野寺さんが海外のね、はい、温泉の本もね書かれていて、あ、そうですね、海外の取材も行かれてるんだよっていうことで、はい、それがなんかねどうもあの役立つらしいの、今のフラメンコが、いやそうなんですよ、うん、あのヨーロッパはね、あのだいたいこの温泉地っていうのはみんな1週間とか2週間とかね、うん、ずっと長くねのんびり滞在するんですけど、うん、大きなホテルだと1週間に3回ぐらいはね、うん、あの踊ったりとか、うん、何か音楽を聴いたりとか、レクリエーションタイムがあるんです、絶対あるんですよね、うん、で特にねスペインとイタリアの温泉はね、はい、本当に踊りが好きで、うん、でそこでね、はい、こう普段からねフラメンコなんかやってるとね、ちょっとこうできるじゃないですか、いやそうです ねまして日本人が、ね、うん、スペインでスペインでわあ踊ったね楽しいねってこう友達なんかもこうできちゃってね、はい、スマホに入って、はいはい、楽しそう楽しそうですよ、楽しいんですよ、うん、ね、で次の日になったら大体見てたおっちゃんたちも、うん、お昨日よかったねって言って君の踊りはいいよって言ってそうなんだって、そうなんです、だ海外ではそういう温泉宿はみんなね、はい、あの長期滞在なんでお友達にもなるし、 そしてこのフラメンコがすごく役に立つんだよっていうね、その海外の温泉宿をまとめた本とかももうこれもいつか出したいなっていう、うん、どんな、ね、格好にしようかなっていうことで、うん、海外に例えば旅行に行く方も、はい、温泉を一つ入れておけば、うん、そのスケジュールにね、海外旅行のスケジュールに温泉を一つ入れておくといいですか、全然いいんですよ、はあ、例えばあの、まあ、フランスに行く、はい、ね、まあ、パリに行かれる方も多いじゃないですか、うん、もうパリから電車でね 2,30 分
あのちょっと北の方に行ったら、うん、アンギャンレバンってね、うん、素晴らしい温泉地がありましてね、うん、カジノとかね、うん、温泉で有名な綺麗な町なんですけど、そんなのだからね、パリなんかねもう高くてホテル代、はいはいはい、あんなとこでね、あのこんな狭い部屋にね何万も出すんだったら、ね、温泉でねのんびりしてね、うん、温泉の話になると本当北海道内はもちろんなんです、海外も楽しいよとおっしゃるね、小野寺さん、あの次の本をぜひ楽しみにしております。はい、頑張ります。ということで今日のゲストは旅行ジャーナリスト小野寺敦子さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。楽しかった。さよなら。バイバイ。温泉入ってない。